林家正蔵は、江戸、東京の落語家の名跡。当代は九代目。初代から四代目までは、林家正蔵。五代目から林家正蔵となった。江戸、林家の留千名。1781年泉町新道の生まれ。俗称を下や、下佐屋正蔵。札差し本村に奉公した後に1806年に。 初代三、笑い帝コーラの門下で落画を名乗る。林家の始祖。怪談話の元祖と言われ、怪談の肖像の異名を取った。四代目、鶴屋南北と交友し、東海道四つ屋怪談に影響を受けた。三、笑い帝下流。三、笑い帝笑さ三、林家肖像を名乗り、1811年頃に、肖像から二代目、かの部左衛門、林正。 再度肖像、1835年に、臨戦、再三肖像になり晩年肖像帽となった。著作も、マス落し、太鼓の林など、多数ある。また、西両国に林家という寄せを経営。なお、初めは、林家ではなく、林家と名乗っていた。林家の屋号の由来は、話かと音を合わせたことに由来。拝名、林家臨戦。 天保13年6月5日没。去年62。墓所は台東区喜び用事。エピソードとして、当時では珍しく仮装をし、燃やした時に、缶桶に仕込んであった花火が上がって、三列車を驚かせたという話が伝わっている。弟子に、正八、林忠、正、介、助、太郎、三代目、正三、春吉美。 初代カリン、カキョーラがいた。二代目、林家正蔵、元千獣焼き場の僧侶。通称、沢江おしまさ造。婚約問答、野ざらしの作者と言われる。東大落語会によれば実は三代目が正しいという。母が、初代、正蔵の五歳となり、養子になる。署名を、林正、1839年に二代目正蔵を、襲名。弟、 弟子、林家林蔵門下の林や肖蔵が上方に移り、情報、林やを起こす。俗称を、朝倉。四代目、林や肖蔵本名も、林や肖蔵に改名。元は、役者で、鹿は東次。後に二代目、肖蔵の門下で、署名不明、上倉、将楽を経て、1865年頃に四代目、肖蔵を襲名。一時二分。 木屋肖像。1878年に、聖沖名と改名。階段の名手。麻布が全貌に居住したため。通称、が全貌の肖像。ニキヤの肖像。1879年7月に日没。去年不祥。弟子に一月家。林蔵、章之助らがいた。林家忠史堂は、落語家。本名、吉本章三郎。 この代から、林屋となるが、江戸、林屋の系統は五代目で途絶える。三河国発軍、平坂港の生まれ。家は、代々農家を営んでいたが父、川原総在門の代で霊落したため十四歳で、江戸に出て、青山南町の酒屋、中伊勢屋に奉公する。後に、四万二奉公に出た。奉公先の、四万の悲いの常連客が、 カ語学という落語家で親しくなり、語学の知人の二代目、林家昭蔵に子にとなる。1841年に二代目、林家昭蔵門下で、正吉、正教、ただし鶴、正鱗を名乗り、1888年に五代目、林家昭蔵を襲名。1912年2月に、正堂となった。晩年は、沼津に居住し、 沼津の師匠と呼ばれる。1923年3月6日没。去年100。このため通称は、百歳肖像。時世の句は、百と背を花に過ごして、花の山、墓所は、住まいのあった近所の沼津市末広町新学寺。怪談話の名手だった。 落語家きっての色男で80代の時に、娘が誕生し、娘は肖像が99歳の時に、沼津で、99のなで芸者になっている。遺跡1888年11月5日生まれ。本名、今西久吉。1909年3月に2代目、男子郎つばめだ門下で剣士で、1911年5月に4代目、五名郎春介。 1915年2月に、竜亭松園寺を経て1918年4月に、名石を当時沼津に居住していた5代目より譲り受け、6代目、肖像を襲名。以降、江戸、林家は、柳葉の傍流となる。1929年4月25日没。去年42。7代目とは同じ、柳葉であるが、繋がりが薄い。 六代目、春風亭竜士らと共に、落語同行クラブを結成し、話会以外から岡喜太郎、森行幸、正岡博徳川無生等の著名人を招いて話を聞く会を開いた。当たりネタ、居残り、左平寺より、通称、居残りの肖像や、今世の肖像。弟子に、神切氏初代林家将落、四代目、龍亭炎露がいた。七代目、 林やしやは、落語家。東京美のは生まれ。本名、海老名武三郎。海老名という名字は、母方の実家の名字で、海老名家は、鉄砲奉行の同心の家と伝わる。家業は穴蔵屋であったと、長らくされてきたが、風呂桶職人で、素人の天狗連で、信頼や落語を語っていた。二十歳の時に三代目、神田白山の講談を聞いて、 落語家になった。はじめ立花亭で下働きを始める。1919年1月に演芸即帰記,記者であった今村次郎の紹介で、初代柳屋三五郎に入門して、苦労ととなり柳屋三平を名乗る。初講座は立花亭であった。その後、内山歌と結婚。1924年3月に七代目柳谷小三寺を襲名して、 新内昇進。師匠三五郎が、東京落語協会を脱会したため、協会側の四代目、柳屋小三一門から、小三地の名前を返せと詰め寄られる。走行している間についに八代目、柳屋小三寺が出現。結局五代目竜亭左落を中立ちとして、六代目族から、名跡を譲り受け。 1930年2月に7代目、肖像を襲名して、事態を収集。1930年日本、芸術協会初代理事長を務める。1934年に、東方に移籍して、東方名人会の専属になる。落とし話、新作を得意とし、時事感覚に長けたギャグの達人であり、実施、初代、林家三平の決め台詞。 どうもすみませんや、額に原骨をかざす仕草も元来は七代目が、講座で客いじりに使用したもの。階段話、芝居話を得意とする歴代、肖像の中にあって、爆笑落語を通した異端児であった。SP レコードも多数残している。1949年、工業で青森県に行き、現地のフード病に罹患。 それが元で1949年10月26日、下屋病院にて死去。去年56。墓所は、足立区上福寺。開名は、正さ院尺ささらい古寺。9代目、林家昭蔵は孫。林家玉平は創村にあたる。前述の通り、元々の、林家昭蔵の系統は5代目をもって断絶しており。 以後はその時々の落語家の名跡争いなど問題が影響となる形で都合の良い名跡として振り回される運命にあった。七代目が名跡を継承して、しばらくして七代目と一時期名跡が競合状態にあった八代目、柳屋小三治は落語家を廃業し、教会事務員となっていた。柳屋はじめもんの総帥四代目、柳屋小三は、 八代目の早い廃業で秋名石となった小三寺を七代目柳谷古巾へと襲名させた。この七代目古巾改め九代目柳谷小三寺と当時五代目超過労馬楽であった八代目小三は四代目小三死後、元兄弟弟子として小三の襲名を争う。結果、八代目桂文楽の強力な後ろ盾を得ていた九代目小三寺が勝利し、 五代目、柳屋小山となった。対する八代目小蔵が手に入れたのが、この襲名劇の前年に七代目が死去し明名石となっていた、林家小蔵である。したがって、七代目と八代目は、柳派の大名跡、小山と、その出世名石、小山寺が関わる名石争いにより、林家小蔵を、同門医警府の落語海賊から手に入れるという。 類似した境遇を歩んだ。しかしながら七代目と八代目との間で異なったのは、七代目には現役の落語家である長男、初代三平がおり、遺族が三平の肖像集名を強く望んでいたことである。当時三平は修行年数が2年と短かったためとても肖像を名乗れる状態になかったものの、結局八代目は七代目遺族から、 一代限りとして、太陽の形で、肖像名石を譲り受け、襲名した。八代目は、約束を守り、弟子には一部を除き、春風亭など林家とは異なる帝号を名乗らせ、将来的に三平に肖像の九代目を譲る、予定でいた。三平の母は、三平の新内昇進に伴い名石返還を、要求。これに対し八代目は尊敬する。 三遊一丁の名を襲名し、三平に肖像の名跡を譲る予定であった。しかし、三平自身は八代目を立て、師匠のよろしいまでお名乗りくださいと説得。結局三平は、前座名のまま1958年新内に昇進した。三平には、その後、五代目子さんよりくしくも、柳屋子三次の襲名を提案されたこともあったが、結局、 三平を維持し、単なる前座名を一代で育て上げた。その後、三平は八代目に先立つ形で1980年9月20日54歳で死去。八代目は七代目、三平遺族に名跡を返還し、以後は、その死去まで、林家彦六を名乗った。なお、三平の死後に、真打ちに昇進した八代目の弟子は、 林屋の帝号を名乗ったままであった。このほか三平から気に入られていた、林屋菊王も、帝号を維持している。一方、当初八代目が襲名するとしながらも、結局されなかった。一丁の名は、八代目の孫弟子が、春風帝一丁として引き継いだ。また、前述の通り九代目を継ぐ、はずの三平が八代目に先立って亡くなってしまったので、 三平の長男の林家小武平が、三平の代わりに、九代目、林家正蔵を襲名することになった。初代、三平の長男である九代目の襲名に際して、また、三平から九代目の育成を引き継いだ、林家根平は病心にあり、八代目の弟子である、菊王と、同じく孫弟子で義家であった怖さが、九代目の、後継に役となっている。 そのためかつての七代目遺族と八代目の関係は、ともかく、現在の九代目一門と八代目一門の関係は、比較的良好である。また、三平の死である七代目立花屋炎像はもともと八代目文楽と七代目の門下を行き来している。この炎像の名跡は、もともと八代目の二番目の師匠が名乗ったものであり、この死の叔父弟子が三遊一長である。 八代目が古参門下に移ったのは師匠の死によるもので、七代目炎蔵自体は窓家像の名跡の元のところ属先である三遊派とは無関係であった。もともと三遊派である窓家像、そして八代目が肖像を名乗る原因となった五代目、古参襲名問題、これらすべての問題の源流として挙げられるのは八代目、カツ文楽その人である。 彼の境界内における卓越した政治力こそが、今やこれらの名跡が揃って、柳派に属する縁因となっている。今となっては、肖像の元の名がどこに属するかについては、完全に曖昧になってしまった。東京、林家一門から分派した髪型、林家一門も一度断絶し、正福亭はじめ門から分離した林家染丸の、系統がこれを継いでいる。 ありがとうございます。